はい、おはようございます、告白しましょうね。イエス様、あなたは良き方です。すべての祝福に満ちた方です。あなたを愛します。あなたに仕えていきます。あなたを礼拝します。はい、皆さんちょっと立ち上がってですね、 4,5 人の方と、イエス様についていきましょうねっていうふうにご挨拶して、礼拝始めていきましょう。はい、感謝します。クリスチャンは救いっていう言葉を使いますでしょ。皆さん救いってどういうことだと思いますか。クリスチャンじゃなかったとしても救われるっていうことを使いますよね。普通救われるっていうと、なんか困った問題の中から救われる、大変な現状の中から助け出される、病気から救われる、ピンチから救われる、そういう救う意味で救いって言葉を使いますよね。それから私たちはお祈りの中で神様助けてくださいというふうに切実に訴えることもあるでしょうね。クリスチャンというのは救われた人々のことを指して、クリスチャンと言いますけれども、でも聖書の語っている救いというのは単に現状の中から、困難の中から助け出される、それも含まれているけれども、でも私たちが変えられていくことなんですね。私たちが解放されていくことなんですね。私たちが作り変えられていくことが救いなんです。ヨハネの福音書の12章に入りました。で、ここからいよいよヨハネの福音書は21章ありますけれども、12章からはエルサレムが舞台に中心になっていきますね。で、最後の1週間イエス様の過ぎ越しの祭りがこれからいよいよ始まろうとしていて、神の子羊であるイエス様はそこで聖書は予言されている通りにご自身の命を全ての人の罪の贖いの代価としてお捧げになる、その道に向かってイエス様は歩き始められた、進んでこられたわけですね。その最後のクライマックスが、始まろうとしています。12章はちょっと長いので12章の23節から26節まで、ちょっと一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。はい、1-3。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。ちょっと前後しますけれども、イエス様がエルサレムに入られて、その後に周りにいる群衆に語られた、言葉です。で、12章の少し遡って、読みますと、イエス様はご自身の時がですね、いよいよ近づいてくるのを、知って、そしてちょうど過ぎ越しの祭りが始まろうとしていたんですけども、過ぎ越しの祭りというのは、ユダヤの三大祭りの
一つなんですね。で簡単に言うと説明すると、出エジプトといって、モーセが皆さん、モーセの10回っていう映画ご覧になったことありますか？長い映画ですけども、エジプトで虐げられて奴隷状態になっていたイスラエルの民を神様が起こされたモーセという指導者が引き連れてですね、10の奇跡が起こりました。そして航海を渡って、ですね、アラノに入っていったんですね。奴隷状態から解放されたんですね。その時に最後に神様はエジプトを出る前に羊を各家庭で一つ一匹ずつ羊を用意して、それをほふってですね、そしてそれをみんな家族で分けて食べるんですけども、その殺した羊の血を自分たちの家の門の鴨居と柱に塗りなさい、その血を見るときにですね、滅ぼすものと言われてますけれども、神様の裁きが、その血が塗られている家の前は通り過ぎていく、その血が塗られていない家には、裁きが訪れるわけですね。長子が、エジプトの長子たちは神様の裁きによって、死んでしまいました。でもその子羊の血が塗られた家の前は裁きが通り過ぎていったんですね。吸い越していったんです。それを記念する解放を記念するお祭りだったんですね。でここでこの祭りの中で、それぞれ、一家に一頭ずつ羊が捧げられていった、羊の血が流されたんですね。その血によって、神様の裁きを免れたと、そういうことを記念する、解放を記念するお祭り、三大祭りの一つです。でイエス様はこの杉越の祭りの時に十字架にかかられて血を流されたんですね。でもその血はユダヤの民族のためだけではなくて、全ての人のために流された血でした。聖書の預言はこの杉越の祭りの時に、神の子羊であるイエス様が全人類のために命を捧げることによって成就したんですね。イエス様はご自身の運命というか、ミッションを背負ってですね、エルサレムに入ってきました。そうするとその門で、そのエルサレムの入り口で待ち構えていた群衆たちがホサナホサナと言って城の枝を振って歓迎するんですね。ホサナというのはもともとの意味は主を救ってくださいという意味です。ホサナというのは今主を私たちを救ってくださいという意味なんですね。でも、ほとんどこの時彼らが語っていたのは万歳に近い意味で、語っていたんですね。でも本来の意味は主を救ってくださいという意味なんです。で彼らはそこにいた群衆たちはイエス様がなさった数々の、素晴らしい奇跡を見て、そしてこの不思議な力を持った方であるならば、私たちの、政治的な指導者になってローマ帝国の圧政のもとから革命を起こしてですね、解放してくれるのではないか、そういう期待をしてたんですね。死人をよみがえらせ、5つのパンと2匹の魚で5000人をの人々を養い、そういった超自然的な力を用いてですね、ローマ帝国から自分たちを解放してくれる、そういう期待をして、この群衆はイエス様を歓迎したわけです。でもイエス様がそこに来られたのは、そういった人間的な期待、ローマ帝国の圧政の中から、イスラエルにイスラエルを放棄させてですね、そしてローマを追い出して、独立国にするというのを目的で来られたわけではないですね。イエス様がもたらしたのは目に見えない神の国でした。目に見えない神の国に人々を招き入れるためにイエス様は
いらっしゃったんですね。でもそのためにはご自身の命を捧げなければならなかった。彼らはユダヤ人たちは自分たちの現状を変えてほしいというふうに期待して訴えていたわけですね。でもイエス様がいらっしゃったのは罪人を、罪と悪魔の支配の中から解放するためにいらっしゃったんです。ユダヤ人たちはこのことを理解していなかったですね。そのユダヤ人たちに対してイエス様は先ほど読んだ、言葉を語られたわけですね。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命にいたのです。私に仕えるというならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。ユダヤ人たちは救世主、ヘブル語ではメシアですね。ギリシャ語ではキリスト、油注がれたものという意味があるんですけども、やがて旧約聖書は予言しているようにメシア来て自分たちを解放してくれるということを信じていました。そしてこのナザレのイエスがメシアではないか、そういうふうに期待して歓迎したんですね。でもこのメシアは、聖書の予言するメシアは全ての人のために、苦難の中を通らなければならないっていう、そういう予言もあるんですね。苦難のしもべとして、メシアはですね王として来られました。でも同時に苦難のしもべとして来られたんですね。苦難のしもべというのは、旧約聖書の中で言うと特にイザヤ書の53章がメシアが救い主が全ての人のためにその病を負って呪いを負って罪を負って死ななければならないということを予言しているんですね。神に対して全ての人の身代わりとして罰を受けなければならない、そのように予言されている。ユダヤ人たちはその部分が理解できなかったんですね。英雄として来られるメシアを期待していたんです。ホサナホサナというふうに私たちを救ってください、この圧政の中から助け出してくださいというふうに訴えてはいたんだけれども、でもメシアが来られたのはその訴えているユダヤ人たちの罪を背負って、ユダヤ人だけではなくて全ての人の罪を負って死ぬために来られたんですね。そのことが理解できなかった。弟子たちもそばにずっと仕えていた弟子たちもイエス様は復活された後になって、イエス様のミッション使命を理解するようになったんですね。イエス様はこれから起こる全てのことをご存知の上で自分が地に落ちて死ぬ一粒の麦であるというふうに語られたんです。ユダヤ人たちが求めていたのは自分たちの期待通りに働いてくれる王様でした。自分たちの願いを叶えてくれる王様になってほしいと思ってですね、ホサナというふうに叫んだんです。でもそれが叶わないと知った時に多くの人たち、たくさんの群衆が集まってホサナホサナというイエスさんを歓迎したんですよ。でも数日のうちにですね、多くの人々はイエス様から離れていってしまいました。自分たちの期待が裏切られてしまったんでね。ある人たちは数日のうちに、ですね、今度は十字架につけろというふうに叫ぶようになったんですね。弟子たちでさえ、自分たちの死であるイエス様を見捨てて逃げていってしまいました。メシアは確かに神の国の王として来られた方でもありますけれども、旧約聖書が予言しているように全ての人の罪を負うために来られた苦難のしもべでもあるんですね。これから、誰も通ったことのないような
苦難の中をイエス様はただ一人、通過していかなきゃいけなかった。それは私たち一人一人の罪をその身に負うためだったんですね。神の子羊として私たちの全ての罪を負って、神の裁きをその身に受けるためだったんですね。そのことを理解することができなかったんです。さっき、救いとは何ですかというふうに最初に質問しましたでしょ。救いとは罪のない神の御子イエス・キリストが私たち全ての罪を負って身代わりとなって十字架にかかってくださった。そしてそれを処分してくださったんですね。全ての負債を払い切ってくださった。信じる者は無条件にですね、神の許しを受けることができるんですね。神の国の市民としてこの地上でも生きていくことができるんです。救いの門は開かれています。ただ単に問題の中から救い出されるということではないんですね。私たちが作り変えられていくということなんですね。そこを、理解していないと、私たちはですね、このユダヤ人群衆と同じような、叫びをですねしてしまうと思うんですね。イエス様は助けてくださる方ですよ。イエス様は癒してくださる方ですよ。私たちの問題を解決してくださる方ですよ。でもそれはこの良き方であるイエス様が恵みに満ちたお方からですね、癒しではなくて癒し主であるイエス様を求めていくということです。祝福ではなくて全ての祝福と恵みに満ちたイエス様を求めていくということなんですね。そうでなければ私たちは、ですね、この群衆がホサナというふうに救ってくださいというふうに歓迎していたけれども、自分たちの期待が裏切られた時につまずいてしまうんですね。最近というかよくこう、自分の健康ものこともあってウォーキングをするんですね。ウォーキングをする時にこうイヤホンをつけて聖書の新約聖書を聞きながら繰り返し、ね、聞きながら歩いてるだけじゃなくて一石二鳥なんでね、歩きながらで結構歩くんで 4,5 キロあるいは8キロぐらい歩いて、で祈りながらね歩いて、で多摩川に行ったり野川公園に行ったりするんですけども、先週の木曜日に稲毛大橋を渡って多摩川の土手を、聖書の言葉聞きながら歩いていました。そして車道から、多摩川の下の土手の下の道がこう気持ちよさそうだったんで、そこに、ですね、階段を使えばいいのにですね、土手をこうやって近道しようと思って土手を歩いた時につるんと滑って胸をしたたかこうぶつけてしまったんですね。でうーってなって、人がいたかないか分かんないけど痛えってうーって大きな声で叫んでです、息もできないししばらくじっとしていてですね、これ変だなと思って、でもまあ結構遠くまで来ていたんで、そこからまた近くの駅まで 3,4 キロあったんだけど、そろそろ歩きながらちょっと休んでね、そしたら肋骨が折れてたんですね。次の日 の、お医者さん行ったらね、でクリスチャンっていうのは怪我しませんか、クリスチャンっていうのは転びませんか、クリスチャンっていうのは病気になりませんか、イエス様癒してくださいますよ。それからクリスチャンっていうのは失敗しませんか、試練がありませんか、まあ、大した試練じゃないと結構痛いですけど、私たちはやっぱり転んだりつまずいたり痛い思いしたりしますよね。で転んで滑った時にいろんなことを考えましたね。サタンの休めとかねと思ったりとか、どうして祈ってんのに転んじゃうんだろうとかねいろんなこと考えますけども、でもその時に一ついろんなことを考えたのは、人間の体ってなんと脆いんだろうなと思いましたね。この脆い器の中に私たちは生かされているわけでしょ。痛むこともあるし病気になることもあるし、転んで
僕のように骨折っちゃうようなこともあるかもしれませんね。しかしそう言った中にあったとしてもですね、イエス様は良き方だなというふうに思うことができたんですね。で一つはこう人間というのはこう痛みを持ちながら中にはねこう大変な病気を、にかかるって苦しまれる場合もあるわけですけれども、でもその中にもイエス様がいてくださる。もし痛みがあんまり痛いもしたことがなければですね、そういう痛みというのはなかなか感じることがないかもしれない。しかし痛い思いをした時にはですね、私たちは自分のまず弱さを感じることができますでしょ。でそれもある意味感謝のことだと思うんですね。で、私たちはいろんなところを通されると思うんですね。たとえクリスチャンであったとしても、辛いところを通らされたりとか困難な場所を通らされたりとかすることがあるんですと思うんです。でもたった一つ忘れてはいけないことは、イエス様はどんな状況の中に置かれていても良き方なんですね。私たちにとって私たちは選ぶことができると思うんですよ。痛みの中にあっても賛美をすることができると思うんです。悩んでいる中にあってもその悩んでいる思いを良き羊飼いであるイエス様に委ねていくことができると思うんですね。そういう、切羽詰まった状況の中ではなかなかチャレンジですけれども、でも神様は私たちを耐えきれないような試練に合わせるようなことではないというふうにね約束してくださっている。そして、イエス様は大祭司、神と人との間の仲介者であるとも書かれていますね。この大祭司であるイエス様は私たちの弱さを知っている憐れみ深いお方であるというふうに書いていますね。そして、私たちに対して恵みの御座に大胆に近づきなさいというふうに聖書は励ましてくださって、いるわけですね。私たちはいつもね自分たちの好ましい状況の中に置かれていればそういうチャレンジを感じることはないかもしれないけれども、それは果たして本当にいいことかどうかということなんですね。私たちは、病気になったり怪我をしたりっていうのはそれ決していいことではないですよ。でもたとえそういうことがあったとしても、たとえ問題が起こったとしても、その中で私たちは良き方である良き羊飼いであるイエス様に、ついていくことができるかどうか、感謝することができるかどうか、賛美することができるかどうか、私たちにそのチョイスが選択肢が与えられているということだと思うんです。群衆たちはイエス様に王様になってほしかった。しかしそれは自分たちの願う通りに働いてくれる王様になってほしかったんですね。ですから彼らはつまずいてしまったんです。私たちはイエス様を、賛美するでしょう、礼拝するでしょう、そして祈るでしょう。イエス様は私たちの王様です。でもこの王様であるイエス様に私たちがただ単に願うように働いてほしいというふうに、考えてないでしょうか。こうしてほしい、ああしてほしい、子供のように幼子に単純に私たちの心の願いを訴えることは良いことですよ。でも私たちが王であるイエス様に自分たちの期待通りに働いてほしいというふうに求め続けることは、このユダヤ人たちがと同じ過ちを犯してしまうことになってしまうと思うんですね。そして自分たちの期待通りにならないときにつまずいちゃったわけでしょ。彼らはイエス様はこのユダヤ人に対して、私は一粒の麦です、私は死ぬために来たんですというふうに言ったんですよ。地に落ちて見捨てられるために。それは人々、多くの人々の目には見捨てられるように見えたことでしょう。そしてイエス様の神の国の運動が失敗したように見えたでしょう。そこで終わってしまったように見えたんですね。
一粒の民意が地に落ちて死んでしまったように見えたんですね、多くの人には。でもそうならなければ、多くの民を、豊かな民を結ぶことができないということをイエス様はご存知だったんですね。イエス様も人、イエス様は 100% 神のある方でしたけれども、 100% 人として来られた方ですね。聖書はだからこそ私たちの痛みと弱さを分かってくださる方だというふうに、書いてある。イエス様も孤独だったと思うんですね。なぜならばすぐさまに弟子たちも自分がこれからどんな苦難の中を通っていくか誰一人として理解していなかった。でしかもみんなちりぢりに自分を見捨てて逃げてしまう、逃げていくこともイエス様はご存知だったわけでしょ。それでもイエス様は十字架の道にまっすぐにこう、従順にですね歩んでいかれたんですね。それは私たち一人一人の罪を、一人一人というのは皆さんお一人お一人の罪をその身に、負ってですね、あなたの代わりに裁きを受けるためにイエス様はゴルゴルダの道を進んで行かれたわけです。自分自身にね、こう問いかけてみる必要があると思うんですね。私たちが、私が求めているのは自分の置かれた状況から単に解放されることでしょうか。それとも私たちを解放するために自分の命を犠牲にしてくださった方との関係だろうか。もう一回言いますよ。私たちはこの苦しい状況から、痛みのある状況から、問題のある状況からやっぱり助け出されたいですよ。でも単にそれだけを求めているのか、それとも私たちを解放するためにご自身の命を犠牲にしてくださった一粒の種となってくださった方との関係を求めているのかどうか、それは全てに言えると思うんですよ。イエス様は癒し主ですから、癒してくださることのできる方であるし、助け主ですから問題を解決してくださる方のできる方ですね。でも私たちは癒しだけを求めていないか、問題の解決だけを求めていないか、その全ての恵みに満ちた、恵みと祝福に満ちたお方を忘れていないかということですね。ヨハネの福音書の1章にはこの方のうちに全ての恵みが満ち満ちていたというふうに、書かれて、いますでしょ。ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの福音書の一章そしてこの言葉は、その戸口ですね、この礼拝の、この部屋に入ってくるところの扉の右側にこう、名前を忘れちゃったけども、こう、高瀬先生がくださったんですね。その中に御言葉を入れるようになってるんですけども、この、言葉が書かれております。私たちは一章の16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたんです。私たちは恵みだけを求めていないでしょうか。恵みに満ちた方、イエス様との関係なしにですね、私たちはこの恵みを手にすることはできないということですね。イエス様、救い主である、メシアである、このイエス様は私たちのために来てくださったお方です。そしてヨハネはこのイエス様が、恵みに、この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであるというふうに、書いてあるわけですね。私たちにとって一番大切なのはこの方との関係を何よりも、先に求めていくことですね、だと思うんです。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。とイエス様は
私たちにこう呼びかけられているわけですね。先週洗礼式がありました。3人の若い兄弟姉妹が、洗礼を受けました。でその時に、彼らにですね、まあ、2週間にわたって簡単にお導きをしたんですけれども、一言で言えばこれからずっとイエス様についてきますかっていう質問をしたんですね。そうしたら自分自身の、言葉ではい私はついてきますっていうふうに決心したので、それを確認して、洗礼を受けたわけですね。でいろんな人生の中でいろんな大きな決断をすることがあると思います。学校を選んで受験して、学校を選ぶことも、決断の一つでしょう。それから、会社を選んで就職することも大きな決断の一つでしょう。でももっと大きな決断というのは、結婚ですね。結婚したらそう簡単に、その関係を解消することできませんからね。一生続く関係です。で洗礼の導きをするときにですね、イエス様についていくという決心はみんな、まあ、若い兄弟姉妹たちですけど、若い、彼らでしたけれども、イエス様についていくというのは結婚すること以上に大きな決断なんだよというふうに、話したんですね。分かりやすく。で、そうしたらばはいついてきます、イエス様についてきますというふうに、返事をいただいたので、安心して洗礼をしました。私たちに対してイエス様は私についてきますかというふうに語りかけてくださっているわけです。この語りかけてくださったイエス様は、私たちのために一粒の種となってですね、死んでくださったお方なんですね。ですからこのイエス様を通して私たちのうちに、豊かに実を、結んでいくことができるわけです。また私たちを通して神様はもっともっと豊かな実を、が実っていくことを見ていきたいというふうに、願っているわけですね。イエス様は十字架にかかって自分が死ななければ神の国が広がっていかないということを知っておりました。神の国が広がっていったのはイエス様が十字架について、そして3日後に、神の力によって死を打ち破って復活したその力によって神の国の福音は広がっていったわけですね。イエス様は私たちに対して今日私についてきなさい、私のいるところにいなさいというふうに求めておられるんですね。私のいるところというのはどこですか？それは目に見えない神の国です。神の国というのは何度も言いますけれども、もともとの意味は神がご支配されているところですね。イエス様が王として支配されているところです。私たちはそこに生きるように召されているんですね。呼びかけられているんです。その国に、その国の門は、救いの門は開かれているんです、私たちに対して。でもそこに入っていってその市民になるということは、私たちがイエス様を王として、王なるイエス様にお仕えして生きていくということですね。そのように主に仕えて生きていくという選択をするならばつまずくことはないと思うんですね。試練があったとしても、困難があったとしても、良き方であるイエス様についていく、仕えていく、そういう決断をするならば私たちは、つまずくことがありません。なぜならばイエス様って恵み深いお方だから。恵み深い王なる主が治める神の国に生きるときにですね、私たちは悪魔と罪の組から自由にされて、聖霊の助けによって勝利者としていくことができるんですね。自分で自分を変えることはできません。自分で、自分の周りにいる方たちを変えることもできませんね。聖霊だけが皆さんを変えることができるんですね。聖霊だけが私たちを通して私たちの周囲の人々との関係を変えることができる。私たちが変えられなければ私たちの状況は変わらないんですね。
私たちは状況、この状況から助けてくださいというふうに、求める。でもイエス様、状況を変えることはできたとしても、あなたが変わらなければその状況は元に戻ってしまいますでしょ。イエス様はそのことをご存知なんですね。私たちが変革されていくならば、私たちの周囲の状況も関係も変えていかれる。でも私たちは自分を変えることはできない。私たちが変えられていくたびには、王なる主に仕えていかないといけないということですね。私たちが不完全であったとしても、主なるイエス・キリストに仕えて歩み始めるときに、聖霊様が私たちの内にあって、私たちをリフォームしてくださるんですね。作り変えてくださるんですね。救いというのは、私たちは、イエス様を信じれば神の子とされます、立場として。でも救いは、救いには完成があるというふうに聖書が語っている。私たちはの救いというのはまだ完成してないんですね、ある意味で。その救いの完成というのは将来のものですけれども、その救いの完成のプロセスの中に私たちは置かれているんですね。私たちがリフォームされ続けていくためには、主なるイエス様に、ついていくことが必要ですね。そしてイエス様がいらっしゃるところにとどまることが必要なんですね。そこは神の国です。神の国は目に見えませんけれども、私たちがそこに入っていくならばですね、皆さんの家庭の中に神の国が立て上げられていくんですね。夫婦関係の中に神の国が立て上げられていく。私たちの教会の中に神の国が立て上げられていく。そしてこの神の国には広がっていく力があるんですね。なぜならばイエス様が一粒の種として私たちのために死んでくださったからです。旧約聖書のイザヤ書の53章4節から5節を一緒に読んで、メッセージを終えたいと思います。よろしいでしょうか。はい、イザヤ書の53章4節から5節1-3。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたんだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。お祈りします。父なる神様、ありがとうございます。あなたは一粒の麦として私たちのために地に落ちて死んでくださいました。それはあなたの命が私たちに引き継がれて、私たちがあなたの命につながれて、豊かな実を結ぶようになるためです。神の国が広がっていくためです。教会を通して神の国が広がっていくために、あなたはこの地に来て一粒の麦となって命を捨ててくださいました。しかし神の力によってあなたは復活し、聖霊によって私たち信じる者のうちに生きていてくださることをありがとうございます。どうぞ主よ、私たちがただあなたを求める者として神の国に生き続けることができますように。一人一人を、お一人お一人をあなたが立て上げてくださるように、イエス様の名前によってお祈りいたします。